ちは。やつばです。すむです。今日もたくさん見に来てくれてどうもありがとう。頑張って歌います。よろしくね。はじめの歌は私のオリジナル曲パンパンパンです。ノリノリの曲なのでみんなも一緒に盛り上がりましょう。7曲入って200円で、こちらのお店の、島レコのコーナーでも売ってますのでぜひ買ってください。そして聞いてください。あとホームページが、あります。よつばのホームページはよつばよで検索してみてください。動画とかブログとかいろんなのが載ってますのでぜひ、よつばよで検索してみてください。よろしくお願いします。聞いてください。
ではインタビューをお願いしてもよろしいでしょうか。どうぞ。ではまずちょっとご感想を、はい、伺ってもよろしいでしょうか。今歌ってみてどうでしたか。とっても楽しかったです。よかったです2曲目の、1曲目かな、自分で作られた曲なんですよね。どういう時に曲とかって、作られるんですか。歌詞とかって遊んでる時とかって聞いてもいいですか。お風呂の方でパパと一緒に考えながら作られるんです。脱衣所で、脱衣所の方で、はい、お父さんと一緒にありがとうございます。じゃあ、じゃあ最後に、お父様にもちょっとじゃあお伺いしてもよろしいでしょうか。お二人で出てみて、はい、いかがでしたか。楽しかったです。では夏休み海とか山とか行かれるっていうふうにおっしゃってたんですけれども、一番楽しみな夏休みの予定を教えてもらってもよろしいですか。どれも楽しみですか。楽しい夏休みをお過ごしください。はい、はい、では四葉さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではエントリーナンバー3番前田さんです。お願いいたします。前田さんからのコメントをお預かりいたします。お預かりしているのでご紹介させていただきます。35年ぶりにギターを始めた前田です。救急病院勤務なので、さあ今日はスタジオ練習するぞと思っても救急車で患者来てバンドもできません。悲しいんで一人で頑張っていますとのコメントをいただいております。ではもう出します。前田さんは今年初参加ということなので、病院勤務の前田です。本当はバンドやりたいなと思ってるんですけど、全然、救急車やって看護師ドクターに呼ばれてもう全く自分がないので、一人で頑張ってます。今日は、高校の文化祭以来35年ぶりで、当時の夏メロを弾きます。マイケル・シンカーのインプルジャーリーナ、聴いてください。
くしてもらって終わりです。ありがとうございました。では最後にインタビューをお願いいたします。はい、では ありがとうございます。初出場ということでしたが、はい、いかがでしたでしょうか。やっぱり一人でやるっていうのはこれ緊張しますよね。